3分の1ぐらいですね。495円まで下がってます。どうも皆様こんばんは、セゴリタ3世でございます。さあ今日はですね、みんな大好き株の経過報告をいろいろしていきたいなというふうに思っております。株をですね始めましたよ。2022年の1月ぐらいですか。なんでもう1年半ぐらいですか経つわけですけれども、今現状どうなってるのか、まあ、ちょこちょこね報告させてもらってるんですが、撮影してるのは6月30日金曜日です。ちょうど5番がね開いてる状態ですけれども、果たしてどういったものなのかいろいろ言っていきたいと思います。で、僕がこれから喋ることはあくまで個人の感想ですよ。株価が上がるとか下がるとかっていうのを保証するものでも何でもないし、株はですね元本割れのリスクがあります。なのでやるときは自己責任で、僕はあくまで個人の感想として言うので、そこだけですね誤解なさらないようによろしくお願いしますね。さあ皆さんも株やってますか？勝ってるよ負けてるよっていう方はぜひチャンネル登録高評価、そして下にコメント書いて教えてください。というわけで行っていきましょう。はい、というわけでこちらですね、マネーフォワードですね。そちらの SBI 証券、僕が使ってる株ですね、株の証券会社ですけれども、そちらのデータになります。一応ねこんな感じで資産の総額としてはですね245万4300円です。で、現金もですね一応ありまして、米ドル現金が116,927円。一応僕は現物買いですね。信用取引ってしないんですごい怖いからね。信用取引した方が利益幅も大きいんですけど、ミスった時やばいんで自分のできる範囲でやろうということでこちらになってます。あとは日本円ですね、32万6865円。なんで一応で50万ぐらいですかあるということになってます。ということで見ていきたいんですけど、まず一番上テスラ、これはですねノリで買いましたね。まあ基本的には全部どうなのかな、面白いかなみたいな感じでやったんですけど、最初はね訳も分からずですよ、とりあえず自分が知ってる会社買おうかなっていうことで買ったわけです。こちらの保有数がですね3株で、平均取得単価がですね 360.32 ドルですかねになっているということで、こちらはですね下がってます。44,000円負けですね、マイナス 28.54%。 これでなんで下がってるかっつうとね、確かミニカーかなんか出したんじゃない、軽自動車的な。でそれを出した時の反応がなんかちょっと今一つ良くなかったみたいなんですよね。期待通りにいかなかったみたいなものがですね市場に反映してこんな感じになったと。一時ね勝ってる時もあったんですけど、まあまた盛り返す時が来るかなっていう風に思って一応持ってるっていう感じですね。で次がですね NVIDIA、 NVIDIA はですね5株持ってます。前日から見ると740円下がってんすけど、でもトータル的にはですね 94,794円プラスになっています。 47.18% ですね。 NVIDIA はですね下がってたんだよね、まあ、下がってたっていうか、前のね動画で報告した時にアメリカ株って全部下がってたんですよ。でもう負け幅がでかくて、僕にはね株の才能ないかもと、続けててもしょうがないから全部売ってもう一回やり直そうかなみたいな感じを動画で言ってたら、いや持っとけと、とりあえず今が底値である可能性あるからアメリカはまた戻ってくるだろうっていうことで、とりあえず持っとけよみたいなコメントをたくさんいただいたんですよ。そうなのと思って、わかんないんだけどとりあえず持っとくかみたいな感じで持ってたらすげえ上がるようになったんですね。だから上がるようになると楽しいね株っつうのはね。 NVIDIA がねなんで勝ってるかっつうとね、 AI ですよ。 AI をいろいろ今ね流行ってるでしょ。で2023年っつうのは AI 元年なわけですよ。チャット GPT しかりですね、まあ、Google も今度出すとか言われてますけど、それを処理するのにですね GPU ですね、グラフィックボードがすごく重要視してるっていうことで、 NVIDIA はね今後伸びるんじゃないかみたいな期待値がすごく大きいんですよ。なのでグワッと跳ね上がるようになりました。これはねほんと最近ですね跳ね上がるようになったのはね、昔はねほんと底値っていうかすごく安くて、まあ NVIDIA っていうとゲーム好きですよね、ヌルヌルですね遊びたいんだっていう人にとってはやっぱ NVIDIA ってめちゃくちゃ有名だったからいいよねと。あとはマイニングかな、仮想通貨の時も結構伸びたりしたんですけど、それから一時ね落ち着いてっていうところだったんですけど、まあ今は AI ブームですよね。 AI バブルっていう
ていうのかな、だからこれがもしかしたら上がりきってる値なのかなって思うところもあるんですよ。これね、株やってみてね分かったんだけど、いつ売るのこれ、マジむずいんだけど。これさ、経済の基本って安く買って高く売ることじゃないですか。これ小学生でも分かると思うんだけど、やってみると分かるけどさ、その安くいつ買えていつ高く売れるかってマジ分かんないね。で、不動産とかも今ね、東京とかめちゃくちゃ上がってるけど、今がバブルかもしんないでしょ。で、バブルって過ぎ去ってみてバブルだって分かるから、もしかしたらもっと上がるかもしんないしって欲が出ると売れないんですよ。これがね、株でね、損する得する人の分かれ道なのかなって思うんだけどね。 Google とかが発表したらもっと伸びるかなって勝手に予想してるんで、とりあえずまだ保有してます。で、次マイクロソフトですね。これもね、5株持ってんすよ。これはね、結構安定してる。で、マイクロソフトと対比してアップルも買ってんすけど、アップルはね、まあ、なんでかってちょっと不安定なところあるんだよね。発表会の時には必ず下がるんですよ。例えばこの間のビジョンプロとかあるじゃないですか。で、ああいうのも発表した時は下がってるんですね。で、アップルユーザーって世界的に見ても決して多くはないんですよ。やっぱり Windows ユーザーの方が圧倒的に多いから、マイクロソフトでそういう意味では強いんですけど、めちゃくちゃ値動きが大きいかって言うと決してそうではないんですけど、まあ、持っていて楽しいから持ってるっていう。で、同じくですね、AMD、アドバンスマイクロデバイシス、これですね。AMD はね、最近ちょっといまいちだね。今まではですね、インテルと AMD でバチバチやってる感じだったんだけど、アップルがね、まあ、独自で M1 とか M2 っていうシリコンを作れるようになっちゃったんで、あんまり目立ってないのかなっていう感じがするんですよ。それもあって、じわ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 下がってきてるっていう感じですね。AMD がとんでもなく冷え冷えのね、CPU を出せるっていう風になったらまた跳ね上がるのかなっていう風に思うんで、まあ、それもちょっと期待しつつね、まあ、このまま自利品ではいかないかなと思って、ちょっと持ってるっていうところですね。で、Apple もまあそんな感じで一応10株ぐらい持ってんすけど、まあ、とりあえず上げ下げすごい激しいっす、Apple は。でね、こんな感じで、まあ、機械系ですよね。会社をね、多く買ってるんですけど、僕はそもそも株を始めた理由っつうのは、ネタがなかったからですよ。1月って何にもないんでネタが、なんか動画作んなきゃな、みたいな感じで、まあ、株でも始めてみるか、ぐらいな気持ちでやってるから、とりあえず資金200万ぐらいぶっ込んで、で、どこまでいけんのかな、みたいな感じで始めてるんですよ。機械をたくさんやってるから、内部情報を知ってる的な、インサイダー的な、コメントとかでも指摘される方いらっしゃるんですけど、知らねえし、なんも知らないよ、こっちそら YouTuber だしね。で、それ言われちゃうと、やっぱ怖くて買えなくって、で、まあ、もっとね、インサイダーとかで捕まる人は、まあ、もっともっとでかいね、信用取引でバーンとか突っ込んでる人だから、全然あれだとは思うんだけど、それでもなんか言われるといい気分しないから、この辺を全部フラットにして、全然知らない企業ですよね。飲食系とか、そういったものをやってもいいのかなとかね、ちょっと思ってるんですよ。そういうの言われるのすごくね、嫌じゃないですか。いい気分はしないんで、まあどうしようかなって今後思ってるっていうところと、あと、川崎重工。これはですね、まあツイッターでちょっと色々話題になってましたけど、これで、ね、なんで買ったかっつうと、5月のね、上旬ぐらいに発表された決算があって、二輪事業ですよね。それのですね、営業利益が約3倍ぐらいかな、バーッと跳ね上がってるっていうのがニュースで流れてきたんですよね。で、俺ね、バイクの免許を取ろうかなっていう風に思ってた時だったんで、ああそうなんだと。あとね、ミラノのモーターサイクルショーだっけな、まあ、それもあったんですよ。で、それで2024年から2025年の間に30機種以上のですね、新車を出すんだよっていうの発表あったり、あと忍者ですよね、そちらがですね、出るんじゃないかみたいなもので結構ね、盛り上がってたんですよ。そうなんだ、面白そう、全然違う分野だしって思ってポチッとねしておいたら、いろいろあったということで、まあ大変そうですけどね。とりあえずね、現時点で価格はこんな感じです。バルミューダがですね、非常にネックレしてすごいね、やっぱ下がるんですよ。下がりの幅がね、えぐいんですよね。前日比で1200円とか下がっちゃうんで、マイナストータル34万ですね。もう結構下がってきてます。どうしようかなとすごい迷ってるんですよ。まあ上がってくる様子もないし、どうなんかなと。目新しいものも出ないし、バルミューダ4も撤退しちゃったしっていうのがあって、損切りしてもいいし、どうしようかなっていう風に思ってるっていうと、まあ、頑張ってほしいんですよ。頑張ってほしいなとは思ってんだけど、どう転ぶんかなっていう風には思ってるっていう感じですね。あとね、最後投資信託です。アメリカの株が500株ぐらいですか、バーンと500銘柄か入ってるっていうやつで、インデックス投資ってやつですよね。みんなこれやんなよっていうコメントが多かったんで、とりあえず買ったっていう感じ。やっぱ上がりますね、これぐわーっていくんじゃないんですよ。ちょこちょこって増えていくんで、損はしないけど、動画的に盛り上がりもしないっていう。
そういうところであるんで、一応手堅くこういう感じなのかっていうのを知ってみたかったっていうので、とりあえずは買ってみたっていうところですね。あと楽天ね、楽天がね結構最近動画にするんで、買ったらどうすかっていうのもいただくんですけど、下がりがすごいね楽天。一時ね高かった時ですね、2021年とかは1400円超えをしてるんですよ。郵政とかとコラボをするとかね、そういうのも発表されたんですけど、今はですね3分の1ぐらいですね、495円まで下がってます。楽天モバイルだね、そこがすごい足引っ張ってるっていうところになったりとか、三木谷さんのね責任問題になるんじゃないかとか、まあまあいろいろ言われてますけど、買うのはどうしようかなっていう。まあ今が底値でまあ跳ね上がるっていう要素があれば買ってもいいんだけど、今のところそういう要素なさそうだよね。今のところ様子見て、なんでぜひ皆さんの意見もね下に書いて教えてください。そんな感じでトータル的にはトントンぐらいですよ。まあ、とりあえず一番突っ込んだですね1月ですね、去年のそれぐらいは戻っては来てるんだけど、どん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 次の銘柄とかをね買っていけると面白いかなっていう風には思ってるんで、皆さんのねこれおすすめだよとかっていうのがあったらですね、ぜひ下のコメント欄に書いて教えてください。それとこの動画が面白いと思った方高評価、皆さん被ってどう思ってますか、ぜひ下のコメントに書いて教えてくださいね。そういうわけでまた明日、チャオ。